ではよろしくお願いします。お願いします。小林選手、初の G1 準決勝の舞台はいかがでしたか？わー、すごいお客さんも多くて本当に緊張しました。ではレースの方を振り返っていただきたいのですが、北日本ラインの後ろをつけました。そこはもう予定通りでしたか？は、外枠だったんで、どこ取れるか分からなかったんですけど、できるだけ前を取ろうっていう作戦だったんですけど、すごいいい位置が取れたと思います。前の北の新山さんの係りっていうのはどういうふうに見ていたんでしょうか？はホームでも本当にすごいかかっていったんですけど、バックで自分も行かないと2人で決めるのは難しいかなと思って、もう自分のできる限り力出していきました。本当よくあそこで踏み込んだなっていうふうに見ていました。やっぱ後ろの清水が仕掛けるよりも先に仕掛けないと勝機はないと思ったので、ま、勇気持っていってよかったと思います。清水選手が、最終バック付近から出てきて横を去っていったわけですが、そこはどういうふうに見ていたんでしょう？やっぱり SS との違いをちょっと感じてしまいました。その SS の清水さん、同級生ですね。はい、そうですね。もう高校生の時から知ってるんですけど、やっぱりいつも強くて憧れの存在です。でもその2人がこうやって戦って、また決勝で戦えるっていうことにちょっと楽しみだなって思う自分がいます。そうですね、もう決勝はやっぱもう一回自分の力を出して負けないように頑張りたいです。はい、3走してみて今の調子っていうのはいかがでしょうか？は今年で一番いいと思います。好調の要因は何か思い当たりますか？やっぱり同期の増美とか森田と一緒に練習するようになって、負けたくないっていう気持ちが一番あるんで、それで自分も強くなってきてると思ってます。向上心がいいように働いたと。そうですね、いいライバルだと思います。はい、決勝戦に向けてこう何か修正したい部分や対応したいなっていう部分あったら教えてください。やっぱ G1 の決勝初めてなんで、しっかりと冷静に走れるように落ち着けるように心を落ち着かせます。関東は5社となりました。並びの方いかがですか？5人で話し合ったんですけど、みんなにチャンスがあるようにっていうので、自分は自力で諸橋さんと2人で頑張ります。難しい選択にもなったかなって思うんですが、いかがでしょう？そうですね、こうやって関東で別れるしかないっていうのは、逆に自分の中ではすごいいいことかなと思うんで、また機会があればみんなで力を合わせて優勝を目指したいと思ってます。ご自身の力を試す場としていい舞台だっていうことでしょうか？そうですね、やっぱ自分が自分の決勝でどれぐらい通用するかっていうのはすごい明日楽しみです。はい、勝負を分けるポイントどんなところになりそうでしょうか？やっぱ他のラインがみんな短期なんで、その短期をうまく使ってどう走るかっていうのを諸橋さんと考えたいと思います。はい、では改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、決勝戦自分の力を出し切って優勝目指して頑張るんで、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。